階段、都市伝説、ヒトコアとジャンル不問のコアダンバトと大コア、その歴史に残る名作コアなをひもとく大コアアーカイブ。階段バースイラーナイトの翔平ですよろしくお願いいたします。でまああのこれからねお一つお話ししていこうかなと思うわけなんですけども。 まあせっかくね、僕はあの北海道札幌から来たもんですから、その札幌のお話を一つしてみようかなと思うんですけども、これですね、あのお客様の田口くんという男の子から聞いたお話なんですけども、この田口くんの小学生の時の体験談なんですよ。田口くん、札幌の低根区ってところに住んでたんですね。で、その日ですね、田口くん、友達2人、田口く,田口くん含めて3人で遊んでたんですって。で、その時にですね、田口くんが、まあ、ちょっとした思いつきで、 丁寧山って山があるんですけどもその丁寧山を冒険しに行こうって提案したそうなんですよ。だから2人とも「あいいじゃんいいじゃん面白そうだね」と言って、まあ、3人でこの丁寧山をずっと登っていくわけなんですがこの山を登っていってしばらく行った時に急にこう道が開けてきたっていうんですね。で田口くんたち「いやこんなとこあったっけ?」って奥の方にずっと歩いてったらそこに井戸が一つあったんですって。 で、田口くん含め3人ですね、井戸見るの初めてなもんですから、うわ、こんなあんだ、すげえって近くにわーって寄ってったら、まあ、この井戸もですね、やっぱ危ないじゃないですか。人が落ちないように、重たい鉄の蓋が置いてあったんですって。でも、田口くんたち、井戸の中見たいんですよ。ですから、力いっぱいですね、3人で、せーのせーのって言って、この鉄の重たい蓋、ちょっとずつずらしていくんですって。 で、5分ぐらいですね、格闘する中、やっとこの鉄の蓋がですね、ズズ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 ズとずれて、この蓋外すこと成功したんですよ。で、3人で、うわ、やっと外れたよって言いながら、中をふっと覗いてみたら、ものすごく深い色で、そこの方が真っ暗くて見えないんですって。で、3人で、いや、奥どうなってんだろうと覗いてる中、 タグチ君の隣にいた、まあ、ここでは A 君としましょうか。この A 君が急にふわっと浮いたと思ったら、そのまんま頭から井戸に落ちてたんですって。で、タグチ君ともう一人で、うわーと言いながら中覗くと、ふーっと下に落ちてく姿が見えてって、足が暗闇の中に飲み込まれたと思ったら、ザバーンと、水の中に落ちた音がしたんです。 で、田口くんともう一人の友達で、早く大人呼ばなきゃと山を降りてって、まあ知らないとの家ですけどもね、家の中に入ってって、いや、実は高校校う路こうこううで友達が井戸に落ちちゃって、と言ってみると、まあ警察だとか救急車とかを呼んで、みんなで山の中に入ってったんですって。で、警察官や、まあ消防隊の方々が、この井戸の中に入ってったわけなんですけども、A くんの姿なかったんですって。まあ A くんの姿がないどころか、まずこの井戸を、 水が入ってないって言うんですよ。でも、間違いなく田口君水のザバーンってことを聞いてるもんですから、え、じゃあどこ行ったんだろうとなってる中ですね。この井戸の中を、まあ、この救急隊だったりとかで消防の方、警察官の方、いろいろ見たところ、横穴も何もないもんですから、どこかに隠れることとか、どっかへ流れることもないということが分かったわけですね。で、田口君たち、最終的には、 嘘をついたっていうことになりまして、大人たちにわーわー怒られたんですって。で、そんだけ怒られてるとですね、これ不思議なもんで、田口くんも、あれそういや、A と最初から遊んでたっけな、だとか、記憶も曖昧になってくるんですって。で、次の日、学校行ってみたら、A くんは学校来てないんですよ。っていうことは、やっぱり井戸に落ちたそのままなんです。で、田口くん、いやー、A のやつどこ行ったんだろうと、もう一人の友達と喋ってる中で、 担任の先生が教室、ガラ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 っと入ってきたと思ったら、いや、ちょっとね、みんなに話さえダメなことあるんだよね。あの、A 君、昨日亡くなったんだわって言われたんですって。で、どこでと言っても、どういうふうに亡くなったかその場で教えてもらえなかったっていうんですね。ですけども、まあそういう事故があってですね、亡くなってるもんですから、その後保護者説明会が学校であったそうなんですけども、その保護者説明会が終わった後日、 田口くん自分のお母さんから聞いた話によるとこの A 君井戸の中で見つかったわけじゃなかったんですって亡くなったのが死体が見つかったのは井戸の中じゃなくってそこから10キロちょっと離れた石狩浜っていう海があるんですけどもその海で水死体として浮かんでるのが見つかってるんですって横穴ないって僕言ったじゃないですかじゃあこの A 君 井戸に落ちた後どういったルートを通ってその海に出てきたかそれは未だに分からないそうでございます皆様ありがとうございます翔平でした最後までご視聴ありがとうございましたオークワチャンネルチャンネル登録をよろしくお願いします